こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出で取り組んでてですね、いまいち成果の出てないという方にチェックポイントというか、気をつけていただきたいところです。まあ、私は無料ノウハウはね、有害ですという話をしてるんですけど、そうは言ってもやっぱり気になって見てる方も多いと思います。あるいはもう、普通に考えて、まあ、何の疑問もなく取り組んでいることが、間違いということもよくあります。この3つのね、間違いがありまして、ツールを使って効率よく売れる商品を探す。仕入れた商品は素早く売り切る。購入者の良い評価を貯めて、ライバルと差別化を図ると。これやってるとね、全然稼げないです。なんじゃそりゃって感じだと思うんで、まず、1番目、ツールを使って効率よく売れる商品を探す。これが、なぜ間違いか。いうのをちょっと解説させていただきます。まずツールを使うのは間違いです。まあ、これよく言ってますね。これは例えば無料のツールなんですけど、Google Chrome で Amazon を見るとこういうふうにね、世界中の価格差が見れるというのが普通にくっついてます。ということは、まあ、商品探しでツールでやるとですね、まあ、みんなが同じ商品に扱うことになると。ね、ASIN コードとか JAN コードで比べられる商品は、もうおのずとね、誰でも差額がわかるんで、誰でも差額がわかるということは、その差額がなくなるところに、いずれは行きます。で、そのいずれはね、すごい今早いです。なんかね、ツール使ってやたらとね、無在庫で数打てば打って儲かると。まあ、そんな、まあ、机上の空論以外の何もんでもないんですけど、そういうね、馬鹿げたノウハウを発信している方もいらっしゃいますし、真に受けて実践されている方もいらっしゃると。ね、ツールを使ったら全然稼げないです。そしてランキングにこだわるのも間違いです。これランキングにこだわってね、ランキングいい商品だけ扱って、ランキング悪い商品を扱わない。これをやると、みすみすライバルが多い商品だけを扱って、ライバルが少ない商品を扱わないということになります。当然ね、ライバルが多い商品は値下がりも激しいですし、カートも取れないと。ね、儲かる商品は、まあ、値下がりもしませんし、ね、カートが取りやすいと。ランキングにこだわることによって、わざわざ、儲からない商品ばかり扱うと。まあ、スカイプでね、結構聞いてて多いのは、このランキング何枚以内がいいんですかって話を結構されます。で、私はたまにね、動画で、ランキングは気にしないでくださいと。あるいはチャットワークでもランキング気にしないでくださいという話をしてますけど、やっぱりね、その動画をたまたま見てないか、見てもあんまり頭に残んないで、ランキングないがいいのかなと見ちゃってる方が多いです。ランキング気にしたら、値下がりする商品ばっかり扱って儲かりません。これ気をつけてください。まあね、ツール、ね、なんでそんな目の敵するんですかってぐらいツールは、否定してますけど、ランキングの方はですね、あんまり、まあ強くランキングね、こだわらない方がいいっていうのを言ってないと思うんで、今後はね、チクチクこれ言っていきたいと思います。ランキングはこだわらないでください。あれば OK です。ね、ランキングなしっていうのはね、どういう意味かって考えれば、NG ですけど、ランキングはあれば OK です。順位まで気にすると、かえって儲からない商品ばかり扱うことになります。ここのところを気をつけてください。またね、ちょっとね、よくわからないとか、こういうケースはどうなんだろうと、なんでだろうというのがありましたら、またお気軽にご質問の方をお寄せください。お待ちしてます。で、2番、3番はですね、また別な記事、別な動画の方で解説させていただきます。そんなわけで、ツールを使って効率よく売れる商品を探す。一見もっともらしいですけど、これをやってたら儲かりません。ツールは使わないでください。ランキングにはこだわらないでください。これを徹底して取り組めば、まあ、ホリデーシーズンに稼げるようになります。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。